大人たちは簡単に言うけど、私にとっての希望ってどこにあるの？ ことのない車の往来に国道を渡れなかった誰かの言葉とか冷たい眼差しに心が萎縮するように の壁に漏らした溜め息に何度も膨らみしぼむつまらない授業もただのクラスメイトも何にも興味が持てない 日常から逃げ出すには一つしか方法がなかった優しい言葉なんかかけないでよ叶わない夢ばかり見てしまうからはっきり言ってほしい全ての幻想なんだと迷路をして死にたくなっちゃいけないの 泣いている自分も全部自分だ人は誰でも変われるって夢なんか見せないでよ諦めた方が楽だしごめん冷凍して生きている